8食べてはいけない禁止食品がんの食事療法の場合は多くの食べてはいけない禁止食品があります動物性食品や保存食品や加工食品はほとんど禁止となります1動物性食品肉類卵牛乳等の動物性食品は全て禁止となります肉類は魚介類を除いて禁止とします 肉類を加工したハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこなどもダメです。卵や卵が含まれている加工食品、マヨネーズやアイスクリームも禁止とします。乳製品も牛乳、バター、チーズなどすべていけません。乳製品の中でヨーグルトだけは低脂肪で糖分が含まれなければ少し食べてもいいでしょう。動物性タンパク質は現代栄養学で。 一番良質なタンパク質であると考えられているため肉食禁止はすんなりとは受け入れられないと思いますがこれも既成概念にとらわれないことが必要です現に肉食中心のアメリカでは肥満が蔓延しがん以上に動脈硬化による心筋梗塞が死因の第1位を占めています日本を上回る高度医療技術が発達し 医療費も日本以上であるのにもかかわらず平均寿命は日本より短くなっていますヒンズー教や仏教のように肉食禁止を掲げる宗教もありますこれは慈悲深い動物愛護精神であるとされていますが本当は肉食が体に悪いことを戒めているのだと思います日本でも江戸時代までは 牛肉を食べることは一般的には意味嫌われており薬食いと言われて病人が一時的にしか食べないような食品でした。に加工食品や保存食品加工された食品には生命力はありません缶詰、瓶詰、缶ジュースなどはすべて保存食品であり死んだ食品ですから禁止食品となります。 うどんそば、日本のそばを除くスパゲティ、マカロニ、パスタなども保存食品なので体にはよくありませんしこれらを近代化したインスタントラーメンやインスタントうどんなどは論外ですハム、ソーセージ、燻製、干し物塩漬け、砂糖漬け、漬物冷凍食品などもすべて禁止食品となります購入してすぐの新鮮な素材を手作りで料理して すすぐ食食べべるのが一番いい食べ方です女性の社会的進出が進むのは時代の趨勢で仕方のないことですがこのために冷凍食品をはじめとするインスタント食品が家庭に氾濫し日本人が料理を手作りすることが面倒な時代遅れの作業であると考えるようになるとすればそれは本末転倒で不幸なことです。 こんな風潮になれば収入は増えても病気も増える状態になり結局は健康という一番大切な財産を失うことになります。3白砂糖やお菓子類私たちの周囲に氾濫している白砂糖を含んだ食品は全て禁止食品です。白砂糖は食品というより化学薬品であり日常的に摂取すれば必ず害があり。 あらゆる慢性疾患を引き起こします。白砂糖はがん以外にも肥満や動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病の最大の原因物質となっていますまんじゅうなどの和菓子ケーキなどの洋菓子アイスクリームチョコレートキャラメル飴など一切のお菓子類は禁止します自動販売機で買えるコーラジュースサイダーコーヒーなどには桁外れの量の砂糖が入っています 代わりに果物黒砂糖蜂蜜で甘みを代用してもいいのですが取りすぎは禁物です4輸入された外国産の食品どんな食品でも輸入食品は三ツ糸富士の原理から禁止食品としますパンや麺類の原料である小麦粉納豆の原料の豆類エビやカニなどの魚介類バナナやグレープフルーツなどの果物 ほうれん草などの野菜をはじめとして、あっと驚くほど、多くの食品が輸入食品となっています。最近、日本の食料自給率は極めて低くなっています。それだけ輸入食品の摂取が増えているわけです。これは、がんの増加と大きな関係があると考えられます。食料の自給率が下がるのは、国防上も不利です。 最近の政治家はこの点に関しては黒字減らしのための貿易自由化を叫ぶばかりで全く理解がありませんこんな状態でもし外国との戦争でも起これば日本は戦わずして亡国の道をたどる運命になります輸入食品は外国から運ぶ運搬費用がかかりますし大なり小なり保存処置がしてあります 規制の厳しい日本国内の食品でも信用できない場合あるのに外国の食品などは保存のためどんな恐ろしい薬品が使われているか皆目検討もつきませんこの点からも輸入食品は危険であると言えますアメリカやカナダでは今のところ遺伝子組み替え食品の表示義務もありません 中国をはじめとするアジアの国々からの安価な農産物に危険な農薬や化学肥料が大量に使われていることは周知の事実です。ご油種類油炒めや天フラ油種類には動物性油であるヘッド牛脂ラード豚油などと植物油であるごま油菜種油アマニ油オリーブ油等の植物油などがあります。 動物性油脂やバターは生活習慣病の大きな原因であり禁止食品とします人工的な油脂類は酸化しやすいためたとえマーガリンなどの植物性油脂であっても摂取しない方が無難です動物性油脂はもちろんのこと植物油脂でも油の過剰摂取はがんの大きな原因の一つですこのため 油炒め、天ぷらフライ、唐揚げ、フライドポテトなどの揚げ物は禁止食品とします。油で料理した食品は、古くなるほど有害性が増します。油脂は、新しい落花生、ピーナッツやごまなどから摂取しますがあくまで少量に止めて食べ過ぎないように注意します。6試行品アルコールを含む種類、コーヒー、コーラ、タバコ等の試行品はすべて禁止します。 飲み物は緑茶などの薬用茶のみとします。酒は飲むべし、百薬の腸、飲まれるべからず百毒の腸という格言があるように、酒は適量なら健康に良い,い場合もあります。しかし、一般論としては、癌が完全に治癒していると確信ができる時までは、禁酒した方が良いと思います。飲酒する場合は、 天然醸造の日本酒かワインをおすすめします。量は、1日1合約 180ml 以下とし、連日の飲酒は控えます。元来、大量飲酒の傾向のある人は、癌にかかったのを機会に厳酒した方が無難です。コーヒーには、性ガ作用があるとの報告もありますが、熱帯性の植物の実なので、やめた方が無難です。タバコは、 100害あって一理なしです。タバコが止められないようなら、がんを治すことなど不可能です。7調味料、食品添加物、保存料。味の素などの化学調味料をはじめ、化学合成品の入った調味料、醤油・ソース、みりんは禁止とします。着色料や保存料などの食品添加物が入った食品も禁止とします。保存料を入れなければ、 新鮮さの保てないような食品は食べてはいけません。現に自分のところで栽培した農薬漬けの野菜や果物を食べない農家や自分のところで作った食品添加物だらけの食品を絶対食べない食品製造業者は多く存在します。資本主義体制の流通販売機構では悪化は良化を駆逐するという原理が働き金網化のために。 健康に悪い嘘つき食品が平気で流通しています。思わぬところに食品添加物が使われていることがあるので注意が必要です。